こんなのがラジオしてていいのだろうか。第何回でしょうか。わかりません。5回。いや、わからない。6回。前回のラジオがボツになった可能性もあります、うん、あらららえだって、うん、それってそれって違う話、プライベートになっていったからね、うん、な全然違うことしないからね、うん、視聴者を集めるためにね。あ、そういうのにします。エッチな動画をこいつさお前がやれやろ。でも確かにまあそれはそうやね。多分そう、そのエロ系は集まりやすいのはそうやね。今のところ、まあ、可愛い、可愛い系の部類やとしたら、メイド彼女やん。だから18禁で入れてたけど、なんかめっちゃ言っとったからな。なあ、俺らの動画の。日本人の欲望がもう伝わってきました、うん、本当に。もう、圧倒的視聴回数よ。うん。あれはすごいわ。高くても、鬼滅は忘れたわ。でもな。あれ300回ぐらいだよ。300回。で、メイド彼女の高いやつ220回やのに、R18 ってつけただけで2600回。やっばって思った。すごいな。かける10ですよ。やばいわ。10倍やで。もうちょっとエロ用語つけただけで10倍よ。大好きっすね。みんな大好きやね、やっぱり。本当に。な。欲望に。けどいや、その18禁系で、エロ系でな、うん、増やすのもいいんすよ。うん。あ、いいの。やったとしてみ、その18禁をやめるじゃないですか、うん、ああ落ちんねそうだから、うん、ちょっと真面目にやろうかな。エロで釣るのはそんなよくないってことだな。そうそうそう。いや俺もあれ、あ18禁ゲームいいかもなって思ったことあんねん、うんうん、ああおすすめあるでまあ一応聞いておこう。おうちょっと引くわ絶対ひだよいや、ノラと王女とナルノコハートっていうな。何それ。それっぽいな。ノラと王女とそれっぽい。お前それっぽいって思うのはお前なかなかやと思うぞ。え、なんか俺、あ、え、ん、うん、え、分からへんみたいな感じ。だいたいあれやん、何ギャルゲーって知ったやろ。うん。いや、ギャルゲーさ、まあ言うたらあれエロゲーやん、うん、そうだね、うんまあ、エロシーン省いとうか省いてへんかってだけやん、ね、あれ。そうね、うん、そうね。でもさ、大体ああいうのって何、普通に体験版でもできるんやけど、うんまあ、意外にな、結構できんねんて。おぉ。だからあれ何、その、個別ルート、うん、そのキャラの個別ルートまではほぼ全部できるから、うん、結構ええねんな。だから普通に YouTube 出しとう人も結構多いし。ね、それ規制かからんの。あ、大丈夫大丈夫。あれ、エロシーンなかったら。あ、カットしとんや。あー、俺が、まあ、体験版プレイしたときは、うん、その、体験版分が終わった後に、なんかエロシーン見たいみたいな、うん、感じやった。うん、多分、体験版は多分、省かれとると思う、派手なから。まあ、体験版は誰でもダウンロードできますみたいな感じやもんね。うん、そうそうそう。うん、やればいいんじゃないですか。いや、お前がやるんやれば。いや、だからさ、俺ばっかりやん、ほんまにあげてるのが。いや、俺はエロゲ別にしてんの。いや、エロゲじゃなくていいけど、俺は君たちの一人実況をとりあえず見たいだけなんですよ。いや、まあ俺 PC、 まあパソコンで何ちゃんとマイクとかあって、うん、まあパソコンで動画撮れるんやったら、うん、まあちょっとやりたいけど。いや、スマホとかでもよくない。スマホはなぁ、そんな知らんねんな。何するん、何するんって。いや、喋ることすぐなくなる。あー、その実況中ってこと。そう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 。え、それはゲームについて喋っとったらいいんじゃないですか。ゲームについて喋るってなんだ。だって俺だってそんなし、え、俺一応喋れとうか分からへん。いや、喋れとうで。喋れとる。俺はなあれやねんな、なんかさ、まあ一応初めにさ、うん、せいに、まあ、スマホのゲームでもいいからさ、動画撮ったらって言われたけどさ、うん、なんかさ、うんまあ、動画撮らへんやん、うん、そしたらなんかイベント来るとするやん、うん、あー撮っとけばよかったわってなりやん、うん、でも今更撮ってもあれやしなってなりやん、うん、イベント終わりやん、うん、あー撮っておけばよかったなって後悔じゃん。後悔するやん。でもいやマジでさ、
まあ、生とかあれやん、このスバとかでガチャ動画しようやん、うん、そうやな、いや俺もパズルやっとんねんてよ、うん、で当たりキャラ引いてん、うん、動画撮ってへんねんいやガチャは当たりだけやとおもろくなくない言うて、え、じゃあ俺の何爆死のあれいるもうなんかね、だってずっと当たっと、あ、何当たっととこだけ持ってっとんなって、俺はありのままですよ。いや俺全てのガチャを見せとおうから俺はマジで聖の蜜剣引くの一番好きやわ、ほんまにいらあら、ほんま好きやわ。いやほんまにぶっ通してんすよ、一人一人、うん、なもちゲーみたいな、自分でスープゲーム的なのを見つけてです。パズドラ、フォーカスけど、あんまりガチャ動画って面白くないと思っとんね、うん、俺のやつの中やったら、まあ、パズドラかキンスレがまあまあ有名。ガチャ動画ってなんか 毎回一緒やん、言ったら、まあな、うん、あんま思んないから、だから俺メイド彼女とかその選択肢ある系とか、はいはい、最初俺ギャル系とかやる系の人じゃなかったけど最初ほんまに、いやもうギャルってか選択肢ってか選択肢選んでいくゲームあるやん、うん、なんかあんま面白くないんやろなと。おもろいで、でまあタカトにそれ言われたらなそっからやで、そっから、じゃあとりあえずなんか探してやってみようと思った時に、うん、あれっすよ、何だっけ、あの俺がめっちゃ漢字読み間違えとって何だっけゲームが出てる、僕夏じゃない、なんで僕夏がすぐ出てくるの、この頃僕夏めっちゃ言うなお前、いやお前もや、いや俺はセイが言うからや、うん、お前が言うからその流れで僕夏ですよ、何だっけあれ、今やっとの5月の空なんですけど、何やったっけ、何やったっけ、5月の空じゃなくてあいつよ、一番最初にそのソロゲームをやった、何やったっけですね、うん、あ、星野のですね、あ星野のね、そうそう星野のやってみたよ、うん、けどそれ結局選択肢なかったんよな、あれはもう普通に何、そうノベルゲームやったんよ、うん、ギャルゲーって調べて出たから、あ、いいやんと思ってやったよ、音声付きノベルゲームやった、音声ないよ音声ないよ、あ、ないか、俺が全部言ったよ本当にあれ結構しんどいですからね、喉が、あくびすんだよこの頃ずっとあくびしてるやん、なんか部屋暗いやん、いや、まあ、眠ながら、待てそれ前撮ったやつと同じくだり、うん、いやだってそうやもんほんまに、いやほんちゃん部屋の電気つけてよいや俺も気の光があればいいんだよ、開けてくれたらいいんだよ、気の光がうまいやん、もうなんか開けないよ、タカトが開けないという、俺くらいの好きやから、いや俺くらいの好きやけど、うん、あ、いやけど俺雑談の時は別にいいと思いますよ、くらい今までそっちもテンション上がってくる深夜テンションそう寝ちゃう、なんかかわいこぶったみたいな、寝ちゃう、そういやそういやいいね、で何話しとったやつ、そうギャルゲーをね、うん、やり始めたのがその星野のです、うん、そっからメイド彼女見つけてやったんですよ、じゃあメイド彼女、まあまあ再生いきまして、うん、それ以外いかない、うん、何のゲームをやったらいいんだろうか、お、人気聞きちゃいます、いや、今はまず流行っとうゲームって何、ゲルゲー、いや、スマホのゲームで、スマホはな、俺詳しくないねんな、なんか、スマホなんか、なんなんやろ、今流行っとんってある、そう、なんか突出しとうもんがない、ないやんな、今、うん、スマホ、そうやな、そうやね、ないな、別にこれはおもろいのかな、うん、全然ないや、もうだって賞味言うけどクソゲーやんいや面白いゲームありますよ、ちゃんと面白いゲームありますけど、今だってもうスイッチやもんね、
今何だっけ51遊びかなんか、うん、あの世界の遊び、そう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 、あつ森がちょっとずつ収まってった感じだもんね、うん、この頃はちょっとやることがみんななくなってった、そうだね、うん、まあまあずっと同じことをやるみたいなもんですか、うん、でも俺ちょっとあの51遊びのあれおもろそうやな思ったわ、あそうなあれまだ見てない、うん、ねボードゲーム系を、そう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 、俺だからあの今日言うてみんなで集まるってなった時、あ俺ボードゲーム持っていこうかなと思ったもん、あ、そうなの、ドラムのドラムのドンジャラあんで、あれドンジャラある、俺それ持ってこようかなって思ったよ、ドンジャラ、え知らん、え知らんの、いやあのマージャン CM で見たことある、ドンジャラーって見たこうルールはマージャンと一緒な、え、なんかいろいろ入ったやつ、うん、ちょっと待って、もしかしたら同じやつかもしれない、マジいや、あれスコロクとかも入ってましたよ、ね、そう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 、あじゃあ一緒やわやばやろそれ、うん、次それでいいんじゃない、出すのめんどくせえ、え何マージャンルール、いやルールあのいやまずその何そのゲームによるいろんなものが入っとんねん、いやそのドンジャラよ、オセロとかよ、ドンジャラ自体、ドンジャラは、うん、なんかその山みたいなのがあんねん、で言うたらまあじゃあ簡単に言ったらトランプ想像して、あトランプ、トランプ想像して山があります、うん、引いていきます、うん、でまあ絵柄、まあ、1から9まで揃えるとしよう、うん、で引いていきますと、うん、でその持ち手札と入れ替えることができるのよ、うん、引いたやつと、うん、それでその絵柄を揃えていく、うん、まあ、めっちゃ雑な分かりにくいかもしれんけど、まあ大体まあ、まあ、あのやれば分かる、絵札、うん、絵札あ揃ったね、そう、うん、それでポイントとかあるの、ね、いつも、うん、そう、それを型によってな、 そう、まあ、そこら辺はあれやな、何だっけ、何て言うんだっけ、あれマージャン違う、あのカードゲームの方は、そう、それを型によってなんかポイントが変わるやつ、ポイントというか強さが変わるやつが3カードとか、何ポーカー、そう、ポーカー、ポーカー、 そこはポーカーみたいな感じ、うん、まあそんな感じです、へえ、それをちょっとやりたいなと久しぶりに思い持ってこようかなと、かドンジャラなんかだって駒だけでいいやん、うん、うん、うん、パイっていうのあれかな、俺間違えたらパイっていうのかな、うん、それでだけでいいから、うん、ボードいらんしなと思って、うんうんうん、俺んちの方多分なくなったかもしれない、マジで俺なんか駒足りんかもしれんとかえドンジャラのパイはさ、いやめっちゃ綺麗になるやん、 だいぶ前やで、だいぶ前のあれをずっと入れとるだけやから、俺もだいぶ前で、俺小学生の時ですよ、俺もそんぐらい一緒やんけ中学生で触ってへんから、小学生より中学生の間や、うん、まあ次回そんな動画を撮りましょう、じゃあ、まあ、ちょっといや俺ボードゲームの動画一回撮ろうとしたことあんねんな、うんうん、あの麦わらのせい時代に、うん、あれやろお前もおったもん、だあの人生ゲーム、うん、わかる、俺人生ゲームやりたい、俺人生ゲームない、ない、マジで、ある、俺もある、え人生ゲームってあるもんじゃない、なんか正月とかにやる、やらへん、いややったことない、いや今はやらんで、うん、もうちっちゃい時とかやった覚えあるで、なんか正月っていうかな、なんか長期休みゴールデンウィークとかそういう日に親持ってっていう時にみんなで、だいたい一人でやっとって悲しい、ドリッカーね悲しい、だいたい一人で回して進めて回して進めてってやる、いやあの1位になるやつを予想して当たったらやった、当たらんかったらええーはい、終わり、いやほんなもう一人デュエマとかやった時にそれ楽しい、いやそれ楽しい、あの自分のデッキの構成を知れるんよ、うん、ああやかやって俺このカード持っとうからなんかこういうことできるわけ、あのけどあのやっぱり自分の好きなデッキ、うん、であるやん、デッキ作った優先順位が、あ、ね、あこれ勝たせたいと思ってで綺麗に終わらせたいって思って、うん、ドゥワーって山札出して、うん、山札からあのクリッチャーとかいろいろ出して、うん、揃うまで何もせえへんみたいな、やばお前もうそれ知れてないやん構成いやちゃんと やりますよやりますけど、うん、時々、うん、あちょっと勝ちたいなってやばなるんですよ、デュエマとか俺カードゲームもやりたい、カードゲームあれやわ、
ポケモンカードやつ詰めとった。カードゲーム何もしてない。カードだからポケモンカードってあれ何、そのモッドした同士でさ対戦するもんやん、うん、友達おらんかったからさ、うん、ちょっと待ってさ、こんなのが悲しいメンバーになんかやるよ。人生ゲーム一人でやって、うん、やめよ。いやでもオセロとかも大半一人です。いやオセロは一人でやることはありますけどね。マジで俺あれや、妹とやっとったわ。いや俺も兄とやりますよ。俺一人でやつ負けますけど、ザ頭いいんで。俺も負けるわ、全然勝て。え、うん、まあ高田は弱いっすよ。俺めっちゃ弱いもん。オセロ攻め方わからへんもん。あ、じゃあまたみんなでオセロ大会しますか。俺負けるやん。負けるやん。え、やってさ、何もうオセロ初心者の人が絶対に言うこと、端っこ取ったら強いんやろ。いやそうやそうやけどな、うん、俺端っこ4つ取って負けたこともあるから。あるよ、俺もある。で、誰とやってたらそんなもん。いや端っこ取ったら勝ち確じゃない。いや端だけしか取れへんっていう、真ん中らへん全然取れへんっていう、うん、ああやっぱ端っこ取られたら、じゃあもう真ん中取れる場所を消したるって感じか。うん、まあまあ、いやほんまインターネットの人バリックソうまい、うん、勝てねえ。あれ なんでなんかいつの間にか負けてるってなるだけあるし、もうだから最初は取らせてバッてひっくり返す人もおれば、もういろいろよ戦い方は、うん、本当にすごいと思う。尊敬尊敬。ボードゲームいいな。ボードゲームいいよ、やるか。また実写、実写手しか打つない、選手がこうやってピュッピュッピュッ。いや俺は、あ、じゃあみんなあの自分の色の自分の字幕の色の手袋にして。やば。俺まずお前は赤やね。赤や、赤の手袋なんかないけどね。俺ねちょっとね最近思ったこと、字幕の色変えたいなって。なんで黒じゃ、うん、変えたい。じゃあピンクでいいやん。いやなんかさ、あさ、こんなのがメンバーさ、うん、いの今おるんかわからんないけど、うん、あの昨日遊んだけどな。あ俺はプライベートな話。青、赤、紫、うん、黒やね、うん、いや紫もさまた明るい方に持っていけるやん。黒はどうしても黒やから、うん、んなんか欲しいんよ。あ、そうだから黄色と、俺黄色好きやねんな。いやお前黄色じゃない。じゃあ黄色の服着てこいや。あと緑も好きやね。じゃあ緑の服着てこいよ。服は別に緑は赤いやから黒のイメージあるんやと。黒しか着てこおへんから、うん、いやー字幕、いやで見といたら別にそんな関係ないや。字幕の色でそんな人のキャラが決まるみたいな、うん、え、実際せえ陰キャやん。うん、そうやん。黒やん。待て待て待て、これは持ってる。いやだから悲しいグループになるから。なんかそんなにか未来の光を感じてない学生闇集団みたいな。いや確かに未来に光は感じてるけど、高校生で闇集団ってかわいそうや。いやもう現実を知ったんやな。現実のゴミさを知ったんだ。そうそうそう。なんだ、え、あ、これ高校生かな。生俺話しといたら高校生かなこれ。高校生や、4、50代ぐらいのもうおっさんが完全に会社でもう闇を知った、うん、世間の闇を知ってしまう。でも実際に俺らが他就職したら多分もっと闇行くな、もっといくんやろな。ズドーンと。そうね、でもうん、いいんですよ。そんなボードゲーム楽しみだな。ボードゲームやりましょうか、じゃあ。はい。はい。ということでね、ちょっとね、そろそろ時間なんで、まあ、どこでちょっと区切られてるか分からないんですけど、ちょっとね、まあ、いろいろありまして、はい、途中でという形で、はい。まあ、はい。まあ、キリが悪、もしキリが悪かったら、次回話すかもしれません。はい。はい。ということでね、はい、ご視聴ありがとうございました、はい、ということで。はい、じゃあおやすみなさい。はい、寝てね。みんなおやすみなさいには乗ってこいへんわ。じゃあおやすみなさい。じゃあおやすみなさい。ありがとうございました。